たった1枚の写真に1週間でついたいいね実に14万件以上タイトルはひもろぎ別の投稿には組み上げられる様子がアップされています制作したのは新潟県長岡市を拠点に活動する梶聖弥さんこんな対策も生み出しています組み上がっていく大量の木材 ほぼたった一人制作期間およそ4か月季節が移ろい完成したのは巨大なザトウクジラ全長はおよそ2 0ルにもなります特徴は色が黒白青とバラバラなこと。その理由は作現場に置かれた あのひもろぎこの全長4メートルの山犬お肉屋さんがちょっと閉店してしまったんですけどそのお肉屋さんからあのいただいたそこで使われていた片栗粉の粉の、まあ、箱結構高級片栗粉らしくて <laughs>、はい、切り箱に入ってるんですけどそれをあのちょっとばらして使ったようなな形になります幹事さんは作品すべてに廃材を利用。再び命を吹き込む 自称廃材再生廃材にはその廃材の背景とかストーリーがありますしその持ち味というか特性もあったりするのでその辺も生かしながら作るのがなんかパズルしてるようなというか楽しくできるなっていうのはありますね将来は世界中に廃材が持つ可能性を広めたいと活動を続けています。